高速警備級難艇は、海上保安庁が装備するモーターボートの種類、主に巡視船の搭載艇として、洋上での警備、急な業務に従事する。深海洋秩序の確立を目指して1973年に開幕した第三次、国連海洋法会議を通じて、沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権を認める、排他的経済水域の概念が提唱された。 1974年の同会議第2会期において、排他的経済水域概念は会議参加国間で、ほぼコンセンサス形成に成功し、海洋法条約第5部に、排他的経済水域制度に関する規定が設けられるに至った。この数制を受けて、1977年、日本でも、領海法及び漁業水域に関する暫定措置法が施行され、 領海が沿岸から12海里に拡張されるとともに200海里の漁業水域が設定された。これによって海上保安庁の警備すべき面積は、領海だけでも4倍、漁業水域も含めると50倍に拡大した。また1978年4月には中国漁船による尖閣諸島領海侵犯事件、また竹島周辺海域でも韓国側により、 日本漁船に対して退去勧告がなされるなどの事件が重なり、対応体制の確立が急務とされた。これに伴い、概要で立ち入り検査を行うのに適した小型艇が必要とされるようになった。これに応じて、急難艇と高速機動艇の機能を兼ね備えた、艇として開発されたのが、計、救い艇であり、1978年より、まず7メートル型が、 知床型巡視船の搭載艇として運用を開始した。ダビットへの搭載状態まず開発された7メートル型は、アメリカ沿岸警備隊の26フィート型高速救難艇を参考として船舶技術部において設計された。救難艇と同様の復元能力と高速機動艇と同様の高速性能を備えている。復元能力は180度、また7メートル型の場合は、 航行限界は遊戯波高3メートルとされているが、これは日本近海の都市平均波高累積頻度約80%に相当する。大型巡視船の搭載艇として、ヤマハ発動機で51隻が建造された。7メートル型の運用実績を踏まえて、中型巡視船にも搭載可能なものとして4.9メートル型が開発され、 ヤマハ発動機で32隻が建造された。また5.5メートル型も開発され、こちらは IHI クラフトで22隻が建造された。また、昭和59年度計画では、7メートル型系、救い艇をもとに独行船として、所要の偽装を施した監視取締艇、サザンクロスが建造され、小笠原海上保安署に配備された。また、 1997年収益の伊豆より新型の7メートル型計、すくい艇の搭載が開始された。これは、主機関をディーゼルエンジンに改正し、30ノットに高速化するとともに、航続距離を延伸、また、線形の改良によって、波浪衝撃を緩和、歩入性や復元性を向上させ、操縦席を中央に配置することで、操船性も改善している。 このほか、甲板をフラットにすることで、艇内外での上員移動が容易になったほか、コクピットから直接に吊り下げ策を着脱可能にしたことで、より安全に体を要項できるようになった。また、防水式、GPS プロッターの装備など、公開機器の充実も図られた。ありがとうございます。